結構、まあ、そのサイズもあって、ボールを動かせてっていうところで、結構目立ったなと個人的には思ったんですけど、まあ、ご自身どういうところを武器にしてるんですか？ドリブルが得意で、結構ボールタッチとかもできるんで、まあ、そういうところが武器だと思ってます。守備面とかではどうですか？守備面は、やっぱり結構足も速いと思ってるので、縦の突破とか対応できたり、結構かっさったり、マイカットとかできるので、まあ、そういうところもできますね。結構今日の試合振り返っていかがですか？最後は立ち上がりで複数点取って楽になったかなと思うんですけども。立ち上がりのところで、まあ、入り方が良くて、給水前に1点決められて流れ持ってきて、まあ、後半も無失点で入れたので、とても良かったです。今年のチーム、すごい、まあ、ヴェルディってやっぱ攻撃的なイメージがあると思うんですけど、守備、あの切り替えのところとか、前からのプレスとか、すごいやるなってイメージがあるんですけど、そこはどうですか、そこについては。やっぱりヴェルディだと、まあ、攻撃ができて、守備ができないみたいなイメージがあるんですけど、やっぱそういうところでも、うちの代は、守備もできるし、攻撃もできるし、切り替えも早く、まあ、ベースのところで、相手のチームより上回るってところで、まあ、そういうところでできてます。その中で最終ラインでご自身どういうプレーを見せていきたい、示していきたいって考えてますか？やっぱり後ろなんで、プレスかける中、やっぱりロングボールとか蹴ってくる時の対応とか、そういう背後を取れないようにするとかは意識してます。でも攻撃面でも多分、いいところを見せたいと思ってるんですけど、攻守どっちで見せる選手になりたいとか考えてますか？できる限り攻撃で見せたいですね。左サイドバックとかもやれるみたいな感じですか？そんな感じです、ね。ちなみになんか好きな選手とかって目標にしてるプレイヤーとかどういうのですか？ポジション違うんですけど、三笘薫選手が好きです。すごいドリブルとかめちゃくちゃ上手くて、そういうとこが好きです、ね。今大会、どういう大会にしたいですか、ご自身。やっぱりなんか1個上の、ね、先輩たちもタレント揃いで、ベスト4、トスに勝てなかったっていうのも見てきたかと思うんですけど、どうですか、そこは。やっぱり去年、ベスト4でサガン鳥栖に負けたので、今年は優勝していきたいと思います。期待してます。